どんちゅうりゅうっす。今日なんですけども、皆さんそろそろですね、今年の秋冬ですね、2019年から20年の秋冬っていう、まあ、次のシーズンのね、新作が、続々発表されている時期ではないですか。ね、各ブランドがね、まあ、海外とかで、発表してるブランドとか、もうそろそろね、徐々に、もう、ショーですとか、ルックとか、まあ、公開されてるじゃないですか。まあ、それについてね、まあ、速報という形で、まだ全部できてないんですけどね、全部のブランドが、発表を終えたわけではない、途中の段階ではありますけどもね、私がちょっと気になったというか、おこれいいんじゃないですか、かっこいいですねみたいな、なんかそういうのをね、まあ、取り上げさせていただく、まあ、ニュース感覚の、動画をちょっと撮りたいかなというふうに思っております。はい、なので今回はまずちょっとね、ここらで一発っていうことです。はい、で今回ね、私がまあ一応おっとなっていいじゃないですかと、なったブランド3つほどですね、あげようかなと。でなんかまあベラベラ喋りながらね、この辺にはおそらくルックの画像をパンパンパンとスライドショーでね、流していこうかなというふうに思っております。はい。で、まあ3つなんですけど、まず1つ目。サリバンですね。ジョン・ローレンス・サリバン。皆さん、まあご存知でしょう。はい。僕のチャンネル見てくださってる皆さんだったら、ご存知かと思います。サリバンは、まあ今ちょうどね、パリファッションウィークやってるんですけども、ロンドンですね。ロンドンで一足早く、もう少しちょっと早くね、作品というか、まあショー、コレクションを発表してましたけどもね。どうでしたか、皆さん。いやー、かっこよかったですね。あー、やっぱかっこいいんです。かっこいいんだよな。サリバンってのは本当に、まあ、それがブランドらしさでもありますけども、こう、なんていうか、二枚目的なかっこよさっていうか、もうかっこよさっていうところに正面ポーンっていくっていうような感じですね。で、今季はね、まあもう誰が見ても、アニマル柄ですよね。アニマル柄が結構前面にね、押し出されていてですね、ヒョウ柄ですとか、レオパードとかね、まあ、なんだ、タイガーカモとかもあったし、ゼブラ柄もあったしね。もう本当に、いろいろ、まあ、各ルック、一つのルックに、必ずどこか一個は、それアニマル柄が入っていたのではないかなっていうくらいね、まあ、まずアニマル柄が非常にね、特徴的で、それがなんかね、どこか、こう、ちょっとこう、ロックっぽい感じですね。そう、だからまあ、ロンドンっぽいっていうかね、なんか僕の印象ですよ。僕の印象ですけど、まあ、UK っぽさっていうのはすごい感じましたね。で、まあ、全体感を見てみてもですね、なんていうかな、まあ、ストリートの欠片がもうなくなったかなっていうように思ってます。2019年の SS までは、まだね、割かしこう、例えば、フード付きのアイテム、カットソー、パーカーみたいなやつとか、なんかね、そういったものを、まあ、ちょこ、こう目にする、そういった、ルックあったんですけども、今回そういうのないですね。結構、まあ、やっぱり、まあ、本当に、元々のサリバンのらしさというかね、まあ、テーラードベースに、そこに、まあ、いかにこう、レオパードとか、まあ、アニマルから落とし込むか、ネクタイに持ってくるのか、足元に持ってくるのかとかね、とか、ですね。で、まあ、結構ね、僕はその、まあ、アニマル柄に引っ張られがちなんだけど、まあ、それも、一方でかっこいいんだけどね、エナメルのコートとかね、ちょっと出しておきますけど、かっこよかったですね。まあ、黒と、まあ、ちょっとキャメルというか、ブラウンっぽいものを出してましたけどもね、エナメルのトレンチコートかな、かっこよかったな。だから、まあ、もちろんね、アニマル柄ボン、これはかっこいいんですけど、そうじゃないところのね、なんかところ、アイテム、ルックも、すごいかっこいいな、かっこいいなというか、いいですね、というか。なんかほんとモードっぽくてね。なんか僕は結構好きでしたけどね。なんか久しぶりにアニマルからちょっと来ちゃおうかなって思わせる？こっちに思わせるくらいのなんかそういうパワーがあったな、と、私は思いましたと。はい。そんな感じですね。で、次、二つ目がですね、ジバンシーですね。ジバンシーはショーはやってなかったのかな？一応僕が見たのはルックみたいな感じでこうね、写真でパシャパシャパシャって撮ったようなものを見たんですけども、濃いなぁ。ジバンシーかっこよかったっすね。なんかね、その、まあ、僕の中でなんですけど、ジバンシーって言うとやっぱりリカルド・ティッシュのイメージがすごい強くて、
で、僕が、おぉ、ジバンシーかっけーって前になった時は、なんかそのマリア様のね、やつとか、あれなんだ、14年 SS とかかな、とかのやつが結構イメージあったんですけど、今回ね、あれデザイナー変わったんですよね。すいません、名前忘れましたけども、デザイナーが変わったっていうのもあるのか、ちょっと雰囲気がね、またちょっと違って、よりしっとりした感じ？うん。なんか、リカルド・ティッシュのやつは結構強いイメージがあったんですけど、今回はもうよりちょっとこう、エレガントな感じ。上品な感じでまとめられてて、で、モードなんですよね。結構モードっぽくてね。バーンと。あのね、テーラードのね、セットアップとか超かっこいいんですよね。まあ、パチーンでね、ちょっとこう、ブーツカットみたいなね、ボトムスと、相まって、まあ、ルックの雰囲気もそうですけどもね、なんかこう、ツヤっぽくてね、あ、モードですね、と。モードですね、というような感じで、いや、かっこいいな、と。素直にかっこいいっていう風に思うアイテムが多かった。で、これもね、また不思議なことに、ジバンシーでもね、ちょっとこう、エナメルっぽいアイテムあるんです。ちょっとこう、写真載せときますけど、エナメルっぽいね。しかもそれがなんかホログラフィックなのかわかんないんですけど、こう、光の当たり加減で、なんかこう、面白い、うん、光り方、色の出方がするっていう、ね、そういうアイテムがあって、これ直径じゃんみたいな、うん、なんか思いましたね。透明のホログラフィックって、まあ、例えばですけど、バージルビトンでね、バッグとかで あったんですけど、あれ結構難しそうじゃないですか。ああいう、クリアでホログラフィックって結構難しいかなと思うんですけど、取り入れるのがね。黒でね、ちょっとこう、っていうのは、非常にかっこいいし、ツヤっぽいし、なんていうかな、あれに似てますね。カラスの羽ってさ、皆さん、透明にパッと見るとね、まあ真っ黒じゃないですか。真っ黒なんですけど、あれ実は光に当てるとちょっとブルーとかね、紫っぽくこう光ったりする。ああいうね、イメージでしたね。ちょっとこう、ツヤっぽい妖艶な雰囲気。うん、なんかね、それがすごい僕はかっこいいなと思いましたね。まあお値段どれくらいするのかちょっとわかんないですけど。っていうのがありましたね。で、あとは、まあ、ジバンシーは、まあ、そういうような艶っぽいイメージ、アイテムが、あるにせよ、間にね、やっぱちょっと今っぽい感じの、ちょいストリートをね、匂わせるようなアイテム、ルックも挟んできてるんで、これ皆さん、私がね、ずーっと言ってるね、キーワードですよ、これは。過渡期と。過渡期ですね、ということで。まあ、またこうね、ブランドの中のそのルックでも、ちょっとこうミックスされてるというかね、完全にどっちじゃなくて、まあ、若干こうね、グラデーションというか、っていう感じがね、ありましたね、ジバンシーも。うん、ありました。やっぱ過渡期だなと。でもかっこよかったです。うん、僕は単純に、うん、すごい、かっこいいなというふうに思いました。ジバンシーかっこいいと思うのも僕珍しいんでね。珍しいっていうのは別にジバンシーがずっとダメなものを作ってきたってわけじゃなくて、なんか僕の気分がそっちに寄ってったっていうことですけど。はい。で、最後ですね。最後。これは新鋭ブランドですかね。サンクワンズ。これさ、発音合ってるよね。サンクワンズでいいですよね。サンクワンズっていうね、ブランド、中国かな。中国のブランドでね。デザイナー中国人で、サンクワンズ。まあ、新鋭のブランドなんですけども、これまたね、かっこいいんですよ。サンクワンズは結構ね、19年、まあ、SS、今年の19年の SS あたりから結構ね、またモードっぽい感じのテーラードの、しかも黒を結構基調とした、クリエーションを行ってていてですね、結構ガラッと変えたんですよ。18年の秋冬までは結構、それこそ強い感じの、変態チックな、で、ちょっとストリート、混ぜと、ミックスの、みたいなのを押し出してたんですけど、19SS からぐわっとね、モード寄りになって、まあ、まあ、さっきも言ったようにね、過渡期なんで、中にはストリートっぽいアイテムとか、あるんですけど、ちょっとそっちに寄ってきてるんですね。で、その流れを継いで、19年の秋冬も、まあ、黒を基調としたね、テーラードスタイルがね、バチッと、決まってて、あ、かっこいいなと、結構黒が多いんですよね。パッとルック全体を見渡してみても、黒が結構目立っててですね。あ、かっこいい、ツヤっぽいと。で、まあ、ちょっと足元で外すというかね、なんかそういう感じでしたね。なんかちょっとごつい、スニーカー持ってきたりとか、白っぽいスニーカー持ってきたりとか、ちょっとキャンバス地のスニーカー持ってきたりとか、なんかそういう感じで、まあ革靴履いてるね、バチバチに決めてるモードっぽいのもあったんですけど、まあやっぱここは過渡期というかね。でもまあ、全体のイメージとしてはモードかな。モードにストリートっぽさが差し込まれてるって感じ。その逆じゃなくてね。なんかそういう感じがしてね、あ、かっこいいなぁと、純粋にこれ、思いました、ルック見て。はい、そんな感じです。で、今回もですね、
今ご紹介した3つのブランドのインスタグラムのアカウントは一応あのリンク貼らせていただこうかなというふうに思います。ちょっとねブランドが全部のあのルックを出してるかどうかちょっとわかりませんが、まあなんとなくあの雰囲気とか掴んでいただければなというふうに思いますから、まあぜひぜひチェックしていただいてね。まあ楽しい時期ですね。また新しいものがどんどん生まれるっていうのは面白い時期であって、まあまたこう特筆すべき何かこうブランドのルックとか何かあったら、まあ随時ね、随時ちょっとこうやっていこうかな。まあ例えばカラーとかね、まあ、カラーとかやったらまあこう確実にやりますから、まあ予習っていうことで、やらせていただきたいなというふうにも思います。速報でございました。はい、では。